なんか画面越しで見るだけでもいつもと自分違うってわかる。前髪今日はスプレーで固めてないんですよ。普段は結構カチカチにこう丸めてねやってるんです。で、丸めてる部分のこの R の部分が眉毛と重なってなんか一本眉に見えるみたいな、あ、お前カモメがいるぞみたいなねコメント最近いただくから、今日はあえて何もつけずに、ただついてるからちょっと眉毛が透けてるんで、まあそこは置いといて、まあ、とりあえずこれで今日はこのやっていきます。本日のサブチャンネルは、私が元男の子って言い続ける理由と、アルバイトあれこれ、アルバイトあれこれってなんでその元男の子の言い続ける理由と一緒に話をまとめんのみたいななると思うんですけども、実は私が元男の子って言い続ける理由のルーツはアルバイト時代の経験にあったんですよね。今回それを話していきます。先にアルバイト時代の話をしていいですか？それを話さないと多分話が繋がんないです。うまくちゃんと落ち着けるんでご安心ください。では早速話をスタート。あ、まず最初にほとんどカットしないんで、あんまりうまく聞き取れないかもしれないんですけども、そこはご了承ください。言いますよ。アルバイトって結構いろんな給与形態があると思うんですよ。完全歩合とか、時給制とか、あとは日払い、時給プラス歩合みたいな。今までいろんな仕事私やってきて、ほとんどのこの給与形態のことを経験したんですよね。一番私に合ってた仕事が歩合制の仕事だったんですよ。で、歩合制の仕事は居酒屋の外販って販促っていうのかな、そのお店の目の前に立って割引をお配りしてますとか、居酒屋どうですかっていう仕事、あとはイトーヨーカドーのお客さんポイントカードどうですかっていう勧める仕事、その2つをやってきて、まあイトーヨーカドーの方は時給プラス歩合だったんで、まあちょっとあれ違うんですけど、居酒屋も完全歩合なんですよ、ね、結構駅前にどうですか居酒屋なんか探してないですかみたいな言う、ちょっとチャラチャラしたお兄さんいるじゃないですか。それとはちょっと違うんです。結構ああいう人たちって、まあ、ぼったくりのイメージあるじゃないですか。あとは、ちょっと、違法な部分とか。だって、お店の前以外でやってる時点であれダメですからね。でも私がやってたのは、お店の目の前でやってたんで、そこは、大丈夫なんでご安心ください。結構居酒屋の外販って、格差があるんですよ。収入に。で、私が始めたのは、18歳の頃、高校3年生の頃なんですけども、最初にちょっとお金の話先しちゃうけど、1ヶ月前の私のお給料が30万だったんですよ。夕方の5時から夜の10時までの5時間労働で、平日週5。で、いきなり30万だったんですよね。で、どういうことかっていうと、一人お客さんを呼んでお店に入れると、だいたい400円から500円ほど自分に入ってくるんですね、バッグとして。結構、普通にこうやってやってても、お客さんって呼べないんです。居酒屋どうですかってスルーされるだけなんですよ。仕方されるんですよ。ティッシュ配りとかでも、いるじゃないですか。まだ取らないじゃないですか、ほとんど。そこで私はいろいろ考えたんですよ。最初の2日3日ぐらいは全然私、お客さんを獲得できなくて、収入1000円ぐらいじゃん、みたいな。日給1000円ぐらいで、絶望だったんですね。どうしようかって。で、周りの他の人も引けない人がほとんどで、だったら全然周りと違うことをしようと思ったんですよね。お客さんに居酒屋どうですかって言うんじゃなくて、なんか回転してなんかジャンピング居酒屋みたいな、なんかよくわかんないことを私やってたんですけど、なんかこんなことばっかやってて、で、お客さんもなんだこいつみたいな言う方で見てくるんです。でもそうなると、まずお客さんの目を引くことできるから、ある意味こっちのフィールドに来させたみたいな。あとはもうトークでお客さんを入れるだけ。で、ちゃんと私は性飲み放題、お通しも一品ついてて説明するから、特に一切こういう変なぼったくりとかではないんですよ。また来るねって、帰る時にも言ってもらえるぐらいだったんで、まあ、楽しかったんですけどやってて。結構他の人は、だいたい1日2桁行けば結構良かったんです、獲得。2桁って言ったら、まあ10人ぐらいだと、だいたい今4000から5000ぐらいなんですよね、収入は。まあでもそれでも全然いいじゃないですか。私やってた時、30人とか、40人ぐらい呼んでた時もあって、なんか他の周りの外販の人に、あいつ、なんだよ、何者だよ、みたいな感じで最初言われて、なんか大物が来た、みたいな。ちょっと話がずれてきちゃったので、もう一回戻すと、まあ、元男の子っていう理由は、他との差別化ですよね。要は、美味しいアイスクリームがあります。それだけじゃ全くわかんないじゃないですか。アイスクリームの中にトロトロの生チョコソースが入ってますって言ったら、そっちを選ぶ人が多分ほとんどだと思うんですよ。あ、なんか他と違うんだな、リッチなんだな、みたいな感じで選ぶと思うんです。そこなんですよ。元男の子っていうのは、理由はそこなんですよ。結論言っちゃったけど、イトーヨーカドーで働いた時も、
同じようなことで、だいたい大型店舗と小型店舗ってノルマが決まってるんですね。大井町とかのイトーヨーカドーって結構大型店舗だから、1日に7時間か8時間働くんですけども、2人ペアで。受付カウンターに2人並んで、7個カードとか、あとセブンカードっていう、セブン&アイグループで使えるカードですよ。100円につき1ポイント貯まるってやつ。2人で合わせてだいたい15件取れば、まあよしですね、みたいなことを本部から言われるんですよ。結構競争意識が生まれるんですよね。歩合だいたい1件獲得することに50円アップして、時給1150円だから、まあ1200円、1250円って上がっていくんですけども、もう競争意識が生まれるの。あ、何々さんは、取ったんですね。すごいって、おすごいですね、みたいな感じになってて、私はなんか嫌だな、みたいな思ってたんですよ。別に競争しなくてもいいじゃんって、一緒に2人で成績を収めて、本部からね、よかったですねって言われればいいじゃんって思ってたんですけども、私もそこで結構いい成績をずっと出してたんですよ。これ自慢じゃないですよ。自慢じゃない。元男の子っていう理由のルーツに結びつけるための今までやったことを言ってるだけなんで、そう思わないでね。お店にね、いろんなカードを持ってる人限定みたいな特典もあるんですよ。でも他の販促の人たちはおためでないですかみたいな、貯めるとお得になりますよみたいな、1000円月10ポイント貯まりますみたいなこと言うんですよ。それだとなんか当たり前すぎて何にも響かなくて、結構仕方されるんですよね。これでレジ袋こう詰めながら見向きもしてくれるんですよ。なんか鬱陶しいみたいなぐらいで思われてて、それだったら全然獲得できないじゃんって。逆にこうカウンターに座ってて、なんか相手から勝手にこうって気になって、あ、ポイントカード入りたいんですけどっていう感じで来るんですよ。もうそんなんじゃもうやってる意味ないじゃんって思っちゃって、だったらポイントよりも別のことの切り口で言うようにしたんです。それは 何かっていうと、こうやってポイントカードのこうチラシ持って、お水飲む人いますかっていうの。周りがこうやって袋詰めしたらっていう感じですごい見てくるんですよ。え、当たり前でしょってなるじゃないですか、大体の人。イトーヨーカドーってカードを持ってる人限定で、こうウォーターサーバーみたいなところで水汲みができるんですよね、カード持ってる人は。自分のマイボトルみたいなの持ってきて水汲みして、まあ、要はスタバのタンブラー、マイタンブラーみたいな感じなんですけど、それを自分で水汲みして美味しいお水を家に持って帰ることができるんです、ただで。毎月こういう、まあ、お水とか買ってる人は結構いると思うんですけど、その分、まあ、数百円、まあ、数千円とかになるじゃないですか。でも、ポイントカードこれ持ってたら、全然もっといっぱいの量をタダでもらえるんですよっていう風に私は言いたいの。だからそこ行ったりとか、あと駐車場もお得になったりとか、ね、なんかお水飲む人、みたいな。お水いますかって、お水飲むでしょ、あんた、みたいな感じで言ったら、もう、一日ね、他の人が7件とか、5、6件で結構苦戦してる時に私45件とか取ってたんですよね。うんって。そこの店舗の店長さんも、え、〇〇さんはマダムキラーですねって言われて。私その時男の子だったから、まあ、結構中性的な感じだったんですよね。ちょっと微妙に女性ホルモンやってたから。なんかやんわりした感じ、柔らかい系の男子だったんですよ。だから結構主婦の方々はすごい私にね、あ、お兄さんが言うんだったら入ろうかしらってなるんですよ。で、よく感じでふざけてやってたら、めちゃめちゃ引けて、一緒にやるペアの人が、戦意喪失みたいな。だからそんな勝負だって関係ないんだよって。だから私は結構ね、もう仏の心になって、もう最後らへん、お店の仕事が終わる2時間ぐらい前から、もういいやと思って、引かなくていいやと思って、申し込み書書いたら獲得件数にプラスされるんですよ、自分の。お客さんをこうやって寄せといて、申し込み書だけペアの人に書かせるみたいな。そしたらそのペアの人が、うん、なんか褒める人もいいや。ペアの人の格闘件数増えて、まあ、お互いなんかハッピーな気持ちでできるじゃないですか。私こういう感じでやってて、〇〇さんありがとうって言って、じゃあ、ちょっとおごるねみたいな。で、帰りにマクドナルド、ポテトおごってもらったりね、してた19歳ですよ。懐かしい時代があった。で、さっき言った、そこで私が、なんで元男の子と言い続けるかというと、他の YouTuber との違いをちゃんと明確に示すため。自分はこういうアピールポイントがありますよって。確かに日常生活するにあたって元男の子って言ったら多分損しかないと思うんですよ。あんまり言いたくないけど。でも損しかない。メリット、うんって。まあ、
仲良く初対面人となれるぐらい興味持ってもらって、それぐらいしかないんですよ。だから視聴者さん的に元男の子って言わない方がいいよっていうのは、まあ、私の心情を察してくれて思って言ってくれてるからありがたい、そこはもう本当にありがとうございますって感じなんですけども、YouTube はもうプライベートじゃないじゃないですか。ある意味もうこの場で自分をね晒してるわけなんで、やっぱり注目を集めて自分のことをもっと知ってもらおうっていう風になると思うんです。だったらこうやって個性としてねアピールした方がいい結果になっていくんじゃないのかなって判断して私は今言い続けてます。だってガリガリ君だってさ、ガリガリ君ソーダ味って言うじゃないですか。ソーダの味してんですよなんかちょっと違うか、私が YouTube やなかったら多分女ですみたいな感じでバリバリ言うと思うんですけども、まあ今はこういう感じで売り出してますどうでしょうか、まあ、サブチャンネルはこんな感じでペラペラただ話す10日型の動画なんですけど もうメインチャンネルであんまり話さないようなことを中心にやっていきますので、ぜひサブチャンネル青木ちゃん秘密箱も登録よろしくお願いします。終わります、バイバイ。やっぱ気になっちゃうんですよね、前髪いつもと違うから、前髪に命かけてる人みたいな感じでみんな思ってるんですけど、まあ、それは間違いではない、もうおでこを隠したくて仕方ないから、まあ、いいんですけど、さっき撮った動画はもう編集し終えて、まあ、サブチャンネルで公開するぞっていう感じでもう意気込んでやってたんですけど、待ってよって、実際こうやって元男の子ってなんで言うのって疑問に思ってる人たちはメインチャンネルの方にいっぱいいるじゃないか、そしたらもうこれメインチャンネルで出す以外理由なくないかって思ったんで、サブチャンネルではなくてメインチャンネルに公開することにしました。まあちょっとサブチャンネルテイストの動画になってるんですけども、ちょっといつもと違うスパイス的な動画になれたんじゃないかなと思っております。じゃあ終わりましょうか。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録評価お願いします。 Twitter、Instagram、サブチャンネル青木の秘密箱もチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。